Hey, don't you think I can see that you've been looking at me, that you've been staring at my face? Hey, baby, I don't wanna stay in this club no longer. You can move on to my place. There's no need to be shy, 'cause you're fun to rock, guy. I will take you up high the whole night. Hey, baby, don't be afraid. You just follow my lead. Tonight we will fight together. We will rock it tonight. Just jump on this bike. We will rock it tonight. Just jump on this bike. Together. We will rock it tonight and forever. Just jump on this bike. Together. We will rock it tonight and forever. Just jump on this bike. Together. We will rock it high. We're burning like a fire. Yes, we're moving to the top. Baby, we got the power. Keep on like this for hours. Moving on like this nonstop. Baby, don't be afraid. You just follow my way. Tonight we will fight together. We will rock it all night. Girl, you're looking so fine. We will make it up right. We will take it up high. We will rock it all night. Girl, you're looking so fine. We will make it all right. We will rock it tonight. おはようございます、白熊です。今日はちょっと曇りですけどね、ですね、まとめて何日か分かの動画をギュッと凝縮してアップしようと思います。結構もう溜まっちゃったんだね。その中でちょっとね、どうしても今日アップしたかったのは、大失敗したアマゾンタワーもうこれ大失敗だったな。まあ、今回、撮り直したやつなんですけど、もうすでにね、箱とか全然ないんですよ。で、失敗した一番大きい理由は、マイクですね。とにかく GoPro のマイクがダメだったんですよ。外付けにマイクをつけてたんですけども、このマイクはね、どうも食わせもんでね、今もうまた戻しましたけど、コネクターも怪しかったんで、コネクターとマイク両方ともね交換したんですよ。マイクは前の DJI の、マイクに戻して、コネクター分は新品買い直しました。もう5000円なんですけど、まあ、これもね散財の一つなんですけど、まあもうね大変です。まあ最初始めた頃も音声でこけましたからね。まさかまたここへ来て音声でこけるとはね。いや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 、ちょっと舐めてましたね。なんか慣れた頃に必ずなんか来ますね。もう注意しないと、ダメですよ。まあいろんな経験も積ませてもらってね、
失敗も前より減ってるんですけどね、ということで今日はアマゾンタワー、どうぞ。はい、白熊です。今日は、先日録画に失敗したアマゾンタワーについて、もう一回撮り直しです。失敗した一番の大きい理由は、カメラのマイクですね。動画撮ったんですけど音声が一切入ってなかったという。音声めっちゃ大事です。原因がこいつですね。こいつ、GoPro の、アダプター、マイクアダプター、これがどうもですねこの辺でですね断線してるかなんかしてるらしく、もう音声は取れたり取れなかったりということがもうちょっと続いてたんですよ。でもうひどい時には一切取れてなくて、この間の、Amazon タワーがそうでしたね。もうショック大、気づかずに箱とか全部捨てちゃったんで、ね、でその時に、これ新しいアダプターなんですよ。今使ってるんですけど、新しいアダプターで、これ1個5000円以上するんですね。これ結構お値段するんですよ。もうちょっと痛い出費です。でこれと同時にねもう1個買ったのがあるんですよ。こいつです、マイク。今まで DJI のねこう線が長いやつを買ってたんですけど、やっぱそれだとちょっとねここをつけた時にこうビローンとねこう伸びちゃうんで、でこうコンパクトになるマイクと思って探してたら、これがねちょっと紹介されてたので今使ってます。音質的にはね DJI の方がいいような気はします。こっちよりも、ただこれ見たらこれすごいコンパクトの差もあるんで、ね、それとあとこれゴム、このゴムは、このマイクが抜けないようにするためですね。こうやってこうマイクが抜けないような状況を作ってもらうためにしてあります。これすごい大事です。マイクね抜けるんですよ、なんか動かしたり、特に、GoPro 振り回すんで、どうしてもねこう抜けるっていうことがあるんで、ここ前の DJI の時はね、ゴムじゃなくて、テープで押さえてました。ぐるぐる巻きして、ね、こう押さえてましたね。抜けないように、してました。まずね散財の第一のこいつですね。もっともっとねいっぱい買ったんですけど、段ボールとか全然なくなってるんで、で今回のね散財のメイン、こいつです。散財のメインですね。ね、MacBook Pro、2018年モデル、ちょっとお値段してます。前まで使ってたのがねこの MacBook Pro 2015年モデル、こいつですね。2015年モデルを使ってました。これでもね基本的に仕事はね全然十分大丈夫でいいんですけど、今回買った一番大きい理由はやっぱり動画編集ですね。動画編集能力、これがねもう特に最近動画ね、データ量でかいんで、大体 4K とか 2K で撮ってるんで、編集がねすごい大変だったんですよ。まず編集してそれをエンコードするだけでも凄まじい時間かかってまして、でまたエンコード始めちゃうともうほぼこのパソコン使えなかったんですよ。ノートパソコン他の仕事はできなかったんですね。エンコード中もう全部リソースをね全部動画の方に持ってかれちゃいまして、なのでいつもは編集終わってエンコードとか YouTube アップするときは寝てる間にしてもらってたんですよ。で寝てる間にすると結果は分かんないじゃないですか。朝起きてうまくいってればいいんですけど、たまに失敗してるんですよ。アップロードがちゃんとできてませんっていうのがね表示されてる時のあのショック、その日一日へこみ続けます。
ね、それでもね、だから2017年モデルのね MacBook Pro をどうしようかってずっと悩んでたんですよ。半年くらい悩んでたかな。もう買おうかどうしようか、でも絶対2018年モデル出るよねって思ってて、いつ出るんだろうと思ってね、あの7月ですよ、出た瞬間にこちらポチりました。マックスで78万円のパソコンですよ。もうこっちの時代よりもずっと高いですね。この時代よりも高いですよ。まあ性能も段違いなんですけどね。まあ私はそんな高い78万円買えないんですけども、まあでもそれなりにこっちに比べて、これを買った時に比べて5割増し以上で買わせていただきました。性能はもう言うまでもなく、全然変わっちゃいましたね。ということでね、まず2018年モデル、ちょっともうねガリガリ使ってるんで、もうステッカーも貼っちゃってますし、ね、してるんですけど、ですね、開封動画にもなりませんけどね、こっちです。じゃん。ね、ちょっとこちら見ちゃいましょうか。この前になりますですね。はい。これ今ねもう使ってアプローチと連携してるんで、あの立ち上げは蓋開けたらもう起動全部できてすぐ仕事にかかるようになってるんですよ。アプローチをつけてると、その辺がね、ほぼ自動で全部できちゃうので、で、立場もあるんですけど、アプローチつけてるときは立場もいらないんですよ。この立場すごく便利で、これ指紋認証ですね、もうこれもあの使って思ったんですけど、すごい使いやすかったですね。立場はこっちですね。これもこれね、ここはねいまいちだったんですけど、ここのね指紋認証の部分はすごい良かったです。で、2015ね、これまだもう使ってるんで、今2台体制なんですね、うちね、はい、2台体制でなってるんで、こっちもね、実はまあ、データがね iCloud でシンクロしてるんで、ほぼ同じ環境なんですよ。環境はデータとか環境は同じ環境なんですね。まあ、そういう意味で言うと、もうすごい今いい環境で今2台で使えてるんでね、でもこっちで、ね、編集してるときは本当に編集中、編集とかエンコードしてる最中は他の仕事できなかったんですけど、こっちはね編集中エンコード中でも、他の仕事もできちゃいました。いや、そういう意味で言うとすごいやっぱりパワフルですよ、うん、パワフルでいい、使いやすいですね。で、今回 i9 Core i9 をね選択させてもらったんですけども、Core i7 と i9 の違いはこの一つ、これと同じねモデルで CPU を選べるんで i7 も選べるんですけど、 i7 と i9 はあの台が一緒なんですよ。同じ台を使ってるんで、基本的な CPU としての性能は多分同じ、ほぼ一緒だと思います。ただ、クロック数とかその辺がねこっち高いんで、ね、なんか i7 と i9 って名前が違うんで、違う CPU、 本来はそうなんですけども、この Mac に積んである分の CPU に関しては名前が違うけど、あの基本は同じと思ってもらっていいと思います。で、こいつの高い一番大きい理由はやっぱ SSD の容量ですね。この時は 500GB の SSD だったんですけど、こっちはちょっと増やしさせてもらいました。500GB だともう編集してると、もうすぐいっぱいになっちゃって編集できなくなるんですよ。で、また他のデータもたくさん読み込めないので編集の手間暇がすごいかかるということはあります。こっちはねそれがないんですよ。やっぱりある程度容量が大きいので、データを丸ごとここへ移しておける。で、Mac の SSD は凄まじく高速なので Mac 上にデータを置いておくと編集めちゃくちゃ楽なんですね。いや本当にね、そういう意味で言うとね、ちょっと本当に高い買い物でしたけど、もうこれは最高の、買ってよかったなと思う環境ですね。
動画編集で、あとこれ見て分かる通り、両方とも同じフィルターが貼ってあるんですよ。このフィルター結構綺麗でしょ、もうこうすごい色とかね、こっちもそうですけど、実はこれ、ここ3つ穴が開いてて、ちょっとねフィルターに穴が開いてるんですけど、この3つ穴が開いてるのは、これ実は2018年モデル穴1個でいいらしいんですよ。だからこれ3つ開いてるのは2016年17年モデル用で、こういう風になってるんですね。でということは、ここはねタッチバーモデルの場合はこのサイズがね変わってないんですよ、タッチバーなので、それが腫れちゃうんですね。でこれを、このフィルターは今回は、3枚目です。ノングレア私は選ぶ、こう反射しないようにしたいんで、で反射してるって、まあこれがいい例なんですけど、 iPad ですね、昔のこう反射すごいこう蛍光灯とか、ほらこうやっぱり映っちゃうんですよ、こう眩しいんですね、こう見えない画面とか見えなくなっちゃうわけですね。でこれ見て分かる通り、全然こう反射しないんですよ、映り込みがないんですね、ほぼ。それで私もね分かんなかったので、一応最初に買ったのがこれと同じタイプじゃなくて、これと同じタイプで2018年モデルはないんですよ、実は。でだから今2016、17年モデル使ってるんですけど、モデルのフィルター使ってるんですけど、2018年モデルって売ってるあのフィルターを最初買ったんですね。これがねもう使い物にならないんですよ、全然。もうつけても眩しい、もう意味がないっていうか、結構値段してるんですね。値段してるし、名前もすごいんですよ。名前も言えないですけど、すごい名前がついてるんですよ。いかにもという名前がついてるんですけど、もうその完全に名前負けしてますね。でこのフィルターに関しては後で概要欄に貼っておきます、これはもう超おすすめですね。もう全然もう作業効率はまたこれで一段と変わるんで、お値段ちょっとしますけど、他のフィルター買うんだったらもう絶対これ買った方がいいですね、もう私も今回ね、もう2枚、もう1枚目買ってもう高かったんですけどね、1枚目買ってえっとか思って、でじゃあもう一回調べたら、もうこれがなんかすごいって言うんで、また買ったらえっと思って、結局前のこれと比べちゃうんですね。前のこれと比べちゃうんで、もうね、そしてもうまた同じ、調べたら、ここ穴は開いてるんだけどサイズは一緒っていうのが分かりまして、もうすぐこっちにまたもう買い直して今貼ってあります、もうこのね、ノングレアのね、モニターにするだけで、もう本当に目の疲労がね全然変わるんで、どこでやっても眩しいとか見にくいってことは少なくなるんでね、いいですね。ということで、あと他にですね、まあここ、これ USB-C になっちゃって、 USB、 これ USB3.0 なんですけど、C になってるんで、今まで使った周波機器をつなぐのにまた散財なんですよこれ散財、雨あられです本当に、ね、またこれ散財しています。ここもね結構値段するんですよ、これつけるやつが、普通に 4,5,000円しちゃうんですね、4,5,000円しちゃうんです、 USB-C なんで。ただ便利なことはすごくあって、すごいなんかね、他の動画見るとマシンがごちゃごちゃするっていうんですけど、ディスクトップとして使うときには線1本でいいので、つまりここに1個挿すだけで全てがつながることができるんですね。今使ってるのはこいつなんですけど、ここへ、USB-C のね、電源が挿せるんですよ。USB-C の電源が挿せて、でここに HDMI のモニターへつなぐコネクターがあって、でここに SD カードのやつがあって、ここに USB-C があるんですね。今まで使って USB-C はここを挿せば全部使えるわけですよ、ハブに。で電源はここへ挿すわけですよ、でモニターはここへ挿すわけですよ。で全部挿しておいて、でこれをここへ1回つなげるときなんですよ。つまり線1本でつなぐだけで、全部つながるんですね、電源から。こういうふうにこれだけで電源から充電からモニターから USB-C まで、だから一個一個挿す必要はもう全くないという
ですね、今までマグセーフだったんで電源挿した後 USB は別に挿さなきゃいけないんですよ。もうそれだけでケーブル2本なんですね。でその他なんか挿そうと思ったら全部挿さなきゃいけなくてあったんですけど、今はこれを1箇所挿すだけで全部つながるという、うん、これねもうすごいスッキリしてるでしょ。持ち歩くとこれ外すだけなんで、ピッと外したらもうそのまま持っていけるんで、うん、すごく便利ですね。でこれについてきた電源もあの USB-C タイプなんですけど、やっぱ 85W というダイヤルなんで、これで iPhone X をあの充電できるんですけども、充電したらですね、まあ、朝歯磨いてるうちにあのほぼ8割方充電できちゃうというあの一晩中充電してないんですよ。一日充電してなくて、最近朝しか充電してないんですよ。朝歯磨いてる時に充電するんですけど、歯磨いてる時に充電してるだけでほぼ一日使える分は充電できちゃうという、いやすげえ時代だなと思いましたね。まあそんな感じで、今日は、ね、あのコペに積んでたアマゾンタワーの概要でした。いやこれも結構値段するんですよ。これ8000円弱したかな、結構しましたね。そうなんですよ。まあ今回ねやっぱり動画編集するにあたってこれが一番必要、 YouTube を続けていく上で、普段の生活や仕事の妨げにならないようにするためには必要なものでした。値段はねちょっと言えない、お値段ですけどお値段なんですけどそれなりに、はい、ということで、スタジオコペン最大の散財、MacBook Pro 2018年モデル、 MacBook Pro 15インチですね、15インチ2018年モデル、 Core i9 メモリー 32 SSD は内緒という仕様です。では今日はここまで。いやしかし超便利になったよね。大きさもですね、こっちの方がちっちゃいんですよ。同じ15インチなんですけど、こうね比べると分かるんですけど、ちょっと薄くちっちゃくなってるんですよね。大きさがまずは、まあ、箱の大きさが基本的に違うんですけど、このくらい小さい、薄さもね微妙にやっぱ上の方が薄いんですよ。2018のものかな、薄い、カバンに入れやすくなりましたね。すごい、入れやすくなりました。あでも今はねやっぱり2台体制なのですごい楽です。仕事が本当に楽です。編集しながらも、だからもう Mac の素材とか Apple の素材には全部のデータが同期できてる、できちゃう、自動できちゃうっていう、 Apple 製品だと全部できちゃうっていうのは、ここはやっぱりね使いやすさになりますね。はい、ちょっと話また長くなっちゃいますね。これこのまま話し出したらあと2時間くらい話しそうなんで、本当に今日はここで終わらせていただきます。ではでは。Baby, we got the power. Keep on like this for hours. Moving on like this nonstop.